アントワールド・ジュシューはフランスの医師、植物学者である。リオンに生まれた。父親は薬剤師で弟、ベルナールド・ジュシューとジョセフ・ド・ジュシューも植物学者となった。リオンのイエズス会の学校で学んだ後、モンペリエ大学のピエール・マグノルに医学と植物学を学んだ。1707年に医者の資格を取り、トレボーで医師をした後、1708年にパリに出て、 王立植物園のジョゼフ・ピトン・トゥルヌホールの下で植物学の研究を続けた。1710年にディスナールの後を継いで王立植物園の学芸員となった。1710年にベルナールド樹州と共にフランス、スペイン、ポルトガルなどを調査旅行した。1715年に最初の科学的な論文として自ら種から育てたコーヒーの木に関する論文を書き、 あとに受臭は、レユニオン島など各地の植民地でコーヒーの木の栽培を試みた。古生物学等の分野でも化石の研究を行い、アンモナイトを動物に分類する論文や、戦死時代人類の火打ち石の使用についての論文などを書いた。分類学の分野では、葉緑素などの光合成色素を持たない新菌類を植物から分離することを主張した。 1714年にフランスの植物学者ジャック・バルレリエの残した植物同伴画をフランス、スペイン、イタリアの植物寿司1719年にツルヌフォールの基礎植物学の算定版の編集を行った1712年に科学アカデミー会員に選ばれ1718年にはハンス・スローンの推薦で王立協会フェローに選ばれたアント・ジュスは 植物の学名で命名者を示す場合に、アントワーヌド受臭ュュを示すのに使われる。ありがとうございます。